こんばんは。あざとカラオケのスタートでーす。この枠はあざとカラオケ配信です。あ、間違えた。それでは1曲目はこの曲から。間違えた。流れて、あ、来た。アズミンウイルスにかかっちゃえ。はじめはピンとこなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。アズミンウイルスにかかって、明日は一日中アズミンのこと考えちゃえ。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空ぴょん。ハート型ウイルスは性格変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく。息苦しくなるの。頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対にありえない、そう思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。何も手につかんくらい、あなたのこと考えちゃうわ。どうしよう。君も私のこと考えてね、ずっと。ありがとう、あざとう。それでは次は、待ってよ。そう、
何をしてても、何をしててもあずみんだけ。え、くまとま、え、ありがとう。待ってよ。ぽんちゃんハートはなめくじ、みんなの影に隠れて、ぽんちゃんじめじめなめくじ、恋って進まない。ありがとう。で、もりもりさん、ありがとう。ありがとう。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる君なんだ。どれだけ好きでも無理さ。ベイビーネガティブなめくじ、好かれてないじゃないかな。ベイビーなよなよなめくじ、自分に自信ない。見た目があれだけれど中身は純粋なんだ。塩なんかかけられたら消えてしまうよ。僕になんかもったいない。近くに行くのも不可能。ワンチャンハートはなめくじ、みんなの影に隠れて、ウォンチュー、ジメジメなめくじ、恋って進まない。私と君との恋全然進まんね。この距離縮めたいんじゃけど、どうしたらいいんじゃろうか。たでくぶむしいるように「なめくじ好きだと言って」「ベイビーネガティブなめくじ」「好かれてないんじゃないかな」「ベイビーなよなよなめくじ」「自分に自信ない」「はじゅそれでもなめくじ」いつか男になりたい。ハーチューとどうなめくじ、この手で抱きしめる。ありがとう、ありがとう。どん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 歌っちゃおう。あれ、あるかな。あ、ない。なんだと思う？よし、じゃあこれで。
ジッパー歌いたかったけどなかった、ジッパーが。君はカフェ、僕のカフェ、ずっと大好きだったよ。胸の奥のラブゴールにやっと答えてくれたんだね。テレビの中で微笑む君と初めて出会った瞬間、そう雷に打たれたように僕は恋してしまった。ああバラの花よりも美しい人がいる。僕はボーイフェン、君のボーイフェン、ちょっと自慢したくなる。嘘じゃないよ、夢じゃないよ、二人似合いのカップルだよ。僕はボーイフェン、君のボーイフェン、大きな声で叫ぼう。忙しくて会えなくても、今日も電話を待っているよ。触れたら消えてく、もう祖母の花、君はアイドルで、僕だけに話しかけて。 Please Please Please、 君はガールフレン、僕のガールフレン、だって約束したんだ。スキャンダルはまずいけれど、愛は止められないだろう。君はカフェン、僕のカフェン、ずっと大好きだったよ。胸の奥のラブコールにやっと答えてくれたんだね。私をガールフレンドにしてください。ありがとう、ありがとう。あ、11時か。じゃあみんなが大好きなあの曲を、あざといといえば、あざといといえばこの曲。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子って不思議だね。みんな、あずきのこと待っとったんじゃろう。会いに来たよ。お収録禁止だよ。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょうど頭を絞って、ハートを作ってみた。
甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの。あずき筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましせ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね、これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれて頼まれるように。あずき筋肉に抱かれたいの。いつの日かどこかで私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く、胸が熱くなるよ。夜吹きだって割れてるし、これも持って。みんなの筋肉プニプニさしてもいい？チョンチョンしに行ってもいいですか？サスサスしに行ってもいいですか？カニをかき上げながら試すように反応を見るわ。あずき筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね、全部持って。あずみんのこと大好きって言ってくれんと、あずみんもあっち行っちゃうけんね。大好きって言って。ありがとう。言わせる、大好き。あー、男女よもありがとう。あざあざあざとカラオケ13位、神戸のマーチさんありがとう。12位ドゥビさんありがとう。11位やる気猫 K さんありがとう。10位リモさんありがとう。9位台湾祈りおしさんありがとう。8位小太郎さんありがとう。7位としひろさんありがとう。6位クレ星人さんありがとう。5位こけだまさんありがとう。4位レインメーカーさんありがとう。3位きよぽんさんありがとう。2位しんごさんありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、もりもりさんありがとう。くまちゃんタワーありがとう。俺ちょっと書いてるけん楽しみに待っててね。ありがとう、ありがとね。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。それでは、あ、もうちょっとだ。次は11時45分です。ありがとうございました。またね、バイバーイ。